おはようございます2月の4日木曜日の日替わりた部でございます、えー、さて、えー、今東京時間2月の4日東京時間の早朝でございますけれどもドル円相場でございます117円台そして、まあ、cfd の225指数なんですけれどもちょっとですね、まあ、1万7000円台割れというような状況で現在進行しておりますさてじゃこれ一体何があったのかというところなんですけれども昨夜でございます米国のこれ ism 指数米国の経済指標がちょっとよろしくなかったというところなんですが、えー ニューヨークラドリー連銀ンン総裁ですね。まあ今までの見方と市場の見通しとはよりもまあもうちょっとまあコンサバティブという言い方になるんでしょうかね。ちょっと慎重な見通しを持ってるよと。要は FRB の利益観測が後退したというような見方が非常に市場の中で強まったと。こういうところでドルが全面安になって経緯ございます。えー、ただしリスク回避の動きというところからでしょうか。原油の動きそして株価ああそしてまあ為替ともちろん債券の動きもそうなんです。ちょっとですねもう非常にバラバラの値動き。 東京しているとこういうところで、ちょっと調整色も非常に強まったのかなと思う一方でえ、事実として非常にですね、ニューヨーク混乱しているような経緯がございます。えー、そこで今回でございますので、ちょっと緊急とこういうような形で、えー、朝一でございますが日替わり竹部こちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。 ドル全面安 FRB の利上げ観測交代というところでございますが、さて本日の東京市場でこれどうしたらいいのかというところでございますが、やはりですね、まずは、えー、ドル円市場、まあ、失礼、為替市場というところにおいては現状においての117円台からどの程度まで118円台まで押し返すことができるのかどうかというところでやはり一つのポイントになろうかと思います。で特にでございますけれども円安思考をもってのつい先日の 1>, もう1月の29日でございましたが、日銀、黒田総裁からはゼロ金利の政策、3次元というところで、量、質、そして金利というような金緩和策をさらに強めたわけでございますが、まあ、今までの状況、その後ですね、48時間、まあ、内省はもうすでに3日経っていますので、そうしたところで72時間後の曜日が経過しているわけですけれども、どちらかというと、日銀の で追加緩和に対して、ゼロ金に対しては。 特に金融機関などの収益に圧迫するんじゃないかというような見方、もしくはあこれ3次元でのお日銀の、えー、政策でございましたが、要は4次元、えー、加えて政治からのお成長戦略のは規制、えー、岩盤規制緩和というものがもう少しないとかなり厳しいんじゃないかという,ふうにして見られていた中でのちょっと上寝重さだったわけでございますが、先ほど申し上げたように、えー、ニューヨークの方で、えーまあ、そうした利上げ観測が少し、まあ、後退。まあ、これは S えつい先日でございますけども格付け会社からも4回の利上げ見通しではなくて2回かというような指摘もちょっとあったわけでございますがドルの上値が非常に重くなった経緯そして、えー、ドル円相場でございますがやはり先日の1月29日の118円台のミドルから、えー、上昇していってこの上昇帯をぐっと押し下げるような状況で、えー、下押し、加速してしまったというところでございます。えー、さてそんなにもちょっと繰り返しではございますが 本日の東京市場、あ昨日ですね、そのニューヨークの原油というのも、実は。えー 買い戻しというような状況になっている。まあ少しプラスの方に転じて終了というような形になっておりますので、過度な悲観はない一方で、為替型は株式市場。株式市場は為替の方を見るとおおいう,ような形で、どの程度のまあ同調性、スパイラル的な動きをするのかがまあ本日はポイントになってくるのかなというふうにして思っています。オートマチックデータプロフィッシングなどの米国の雇用の方は大きく後退してなかったという状況の中で、ドルというところの前 全面安にまあドル円相場が下落してしまった。そして事実として1ドル118円水準にどの程度まで押し返すことができるのかというのが本日の株式市場のまあ支援材料になってくるのかなというふうに思います。日銀からのですねマーケットへのまあエントリーというんでしょうか。リート内緒は。 ETF などでの支援などが出てくるのかどうか、もしくはこの一万七千円水準というところやはり意識して公的機関投資家などの動きが強まってくるのかどうかというのが本日のポイントかと思います。もちろん各企業での決算、こうしたところも横に睨みでの本日の東京市場というところだと思いますが、もう一つ一点加えますと、来週からですね、中国系、ま の特にアジア地方っていう言い方の方が正しいでしょうかね。旧正月とういうところでは、ポジション調整の動きも、やはり、まあ、上値もしくは、売ったものの買い戻しの動きが出てくるのかなというところで少し2月の4日木曜日、えー、東京市場でございますが午前中はボラタイルな値動きというところが、まあ、想定されるところでございますので、まあ、お取り組みの際は十分ご注意をしていただければというふうにして思います。以上、2月の4日木曜日、早朝版の、えー、日替わり部でございました。